皆さんこんにちは、あきでございます。太鼓さんのあきのさんパート189ですね、やっていきたいと思います。さて、承認つかさいきましょうね。もう一回、小西さん、もう一回、あ、これ一回やったらそうなのね。一回やっちゃうとリセットかかっちゃうのね。はいはい、行きましょうね。おさふね姫路、あなたたちで行きましょう。そうか、一回やっちゃうとリセット入っちゃうね、おさふ数字がね。大茶会ね、もうあなたたちの言うこと聞きましょう。はい、はいはいはい。霊峰茶道、地方霊峰茶道か。地方霊峰茶道。茶道、あ、私だね。もう完全私だな。あ、てか茶道に炊けた人がいない。魅力茶道。ということは魅力でいくしかないね。あー、で、孫昌さんは算術茶道。算術茶道。算術。茶道が全然ダメだね。門倉さんか。あ、弁舌か。あー、まあ、シモマさんでいいんじゃない、こっちだったら。霊峰だしね。シモマさんの方が高いんじゃない、弁舌、霊峰。あ、一緒か。じゃあ、シモマさんで行こう。え、ちょっと待って。ちょっと待って。弁舌、シモマさんなかったんじゃない、あ、あるね。弁舌、作法、あ、茶道か。弁舌、あ、霊峰か。霊峰はシモマさんの方があったのかな。もうすぐ揮発しちゃうんで。あ、一緒か。あー、で、あと魅力。あー。これはあれだね。聖武算術茶道。あ、そうだね。算術は孫四郎さん高いもんね。そうだね。孫四郎さんじゃ厳しいかな。あ、弁舌ないもんね。魅力茶道、聖武算術茶道。あー、魅力だったらこっちの方がいいよね。孫四郎さんの方がいいから、これでいこっか。はい。あー、投資しましょうね。5000貫ので作業に5日ほどやっちゃいましょうか。おー、10万貫超えましたね。さて、さあ邪魔しに行きましょうか。あ、でも忍びがあるから忍びに任そうか。はい、依頼ね。え、そっか、お出かけか。あと忍術ね。あ、忍びね。八夜の里。あ、まあ、こっち行きましょうか。じゃあね。はい。あ、会えた会えた。お初か。お初にお目にかかるか。外交しておきましょうか。軍資金贈与。1万渡しておきましょうか。はい。で、邪魔してください。妨害を依頼。小西やね。はい、5000貫どうぞ。お、成功した。あららららら。あららら。ああ。はい、どうぞ。おお、この音は。あらら、あかんのか。ああ、じゃあ、大西屋を。
大西屋の妨害を私がやりました。どこだっけ大西屋ちょっと待って、承認司の情報は見れないのかな、あんまりちゃんと見てなかったんだよね私ね。やばいね、松江の町、あらら、はい、違うよね、一応もあれやっていこっか、うん、飽きないやって、ちょっとお金増やしておこう。で、からかさだね、もう持てないかな、あ、いや、そうでもないね、あ、鉄か、鉄はダメだね、ここで手出しちゃうと油紙、はい、あ、もう、あ、もう持てないのね、私がね、さあどこ、あ、それ津山言ってたなような気がする、違ったわ、はい、からかさ売って464も持ってたのね、あ、センスダメね、あと返すのないですね、ここは、出て行って、あ、小西屋が姫路って言ってたっけ、そうだね、倉敷とか、あ、長船か、はあ、はい、あ、邪魔できない、さあ、そっか、全く邪魔できなかったのね、さあ、じゃあ帰りましょうか、いや、本拠に帰っちゃダメね、はいはい、勝てたら嬉しいね、あ、薬飲むの忘れてった、よいしょ、はい、大友家滅亡、あ、ひょっとして私は、あ、そうか、もう作業の急しみましょうか、17日ね、お、伸びてるけどね、でも最後抜かれるんでしょうこれ、お、お、来た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 、いやいや、それには馬の見事な発展ぶりだな、チェア、おむしらがもっともよい働きじゃった、あ、これ、オートのほにゃほにゃほにゃってね。あー、来た、承認つかせ取った。よかった。はい、皆さんお疲れ様でした。あ、このメンツいいかも。じゃあね、早速ザでお金儲けしながら、センスを売って、あ、ほんとご苦労様でしたね、皆さんね。で、購入ね。あ、鉛がある。あ、ほんとよかった。で、針ね。で、こんなもんかな。一応ね、三好さん行っとこっか。そうだね。あと、ノーブリンとこも行かんといけないね。こうかな。あ、いた。で、止血だね、はいはい、これでどうかな、あ、こうかな、うん、で、こうかな、あ、違った、あ、ちょっと違うね、あ、10万貫ね、あ、もう皆さん帰ってきてるかな、あ、帰ってきてるわね、1ヶ月やってるもんね、あの承認使ったね、鉛29か、あら、こんなもんだっけ、まあいっか、で、はい、15巻ね、あ、いやいや、間違えちゃった、で、購入ね、あ、枕ね、で、こんなもんかな、こんなもんだね、ちょっと待ってね、あ、出ちゃったか、はい、1万個置いていきましょうかね、あら、最悪だね、じゃあね、
じゃあせっかくなんでノブリのとこにも行こっか。遠いけどね。遠いね。ノブリン遠いな。マクラ40巻で購入ね。あら、マクラ40巻やっちゃったかな。お茶ね。あ、そっか、あかねさん今回ダメなんだ。あっち行くからね。目方の町で買おうと思ってるから。よいしょ。で、目方の町ね。で、売却はお茶ね。あかねさん、こっちで、ここら辺ではあんま売れないよね、ちゃんとね。で、こんなもんかな。あ、麹が安いから買っていっとこう。人いたかな？あ、いたね。あ、大谷さん。あ、ガモンさん。山中さんが全然ダメなのね。大谷さん。あ、この人ダメな人だ。今日、なんか今、確か弁慶みたいな人ダメだってなっていう記憶があるんで。一応岐阜寄ろうかな。で、売却ね。しがらき焼き、で、購入ね。で、購入ね。あ、色紙出てきましたね。でも、いけるのはカラカサ。で、木材、いや、石灰だね。石灰はどこでもちゃんと売れますよね、確かね。ハンド引けるのかな。あ、引けるね。さあ、どこ引いちゃおう。あ、そうだ、ここだ。敦賀の町ね。5900か。敦賀の町行こうか。いや、引かないわ。敦賀の町行きましょう。で、あ、ごめんなさい。民家行くの忘れてる気がする。ね。あー、そっか。蜂須賀さんダメだったんだよね。蜂須賀さん、商になる気はない言ってましたよね。さあ、ノブリンとこ行って、はいはい、まず手合わせね。449勝しましたね。450勝目は、お、チェンバロ。ノブリンが450勝目ですね。で、外交ね、野戦ね、1万、いいでしょ？ね、8っていうのね。さあ、じゃあね、今度は京都で茜を買って、売却ね、唐笠43巻ね、で、石灰14巻で、で、購入ですね。あ、枕ね。枕多分安くで売っちゃったな。しまったな。あと、あかねさんね。で、鶴が行かないといけないね。あ、遠回りだね、これ。めっちゃ遠回りな気がする。座で、茜さん、あ、枕49巻ダメな気がするね。もっと高く買ってくれてもいい気がする。で、購入ね。ああ、こう、枕は別にないんだね。油紙で、紙かな。あ、枕49巻だったらいいのかな。30巻ぐらいで買ったような気がするんだけど、違ったかな。あ、もう覚えてない。枕49巻だと、どこか
かといって買うものがないんだよね他にね。あ、宝物があるか。はい、で販路引きましょうね。こっからだったらどこ、お、ここら辺まで引けるのね。あ、管理できてない。あー、ちょっと安いね。6900貫だったね。あー、安いね。この辺は伊豆市。あ、8000。もうちょっと欲張りたい。4000貫でしたね。5000貫。こっちの方は7900貫。この辺は、あー安いね。じゃあ今浜だったら、今近くの方が良かったね。はいはい、うん、さあさあ津田町から出てですね、でまた三好さんですね。石山っていこっか。あ、じゃあね、ちょっと時間よくなりましたんで、この辺で終わっておきたいと思いますね。太鼓さんのアーキーの3パート189ですね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。